ジャスティス・エリオ・スミスはアメリカ合衆国の俳優。2018年の映画、ジュラシック・ワールド、炎の王国のフランクリン・ウェブ役。2019年の映画、名探偵、ピカチュウのティム・グッド・マニアックで知られる。カリフォルニア州ロサンゼルスで9人兄弟の5人目として生まれる。父親はアフリカ系アメリカ人で、母親はイタリア人とフランス系カナダ人の家系。 2020年6月、クイアであること、ニコラス・アッシュと交際していることを、自身のインスタグラムにて公表した。2014年、スミスは、ニコロ・デオンのスーパーヒーローコメディシリーズ、超能力、ファミリー・サンダーマンに出演し、2エピソードで、アンガスを演じた。また、h b o のドキュメンタリーシリーズ、マスター・クラスと、ビログ・ブラザーズに出演した。2015年、 ナットウルフとカーラデルビーに主演のペーパータウンで主要キャストのマーカス・リンカーンを演じた。2016年、ネットフリックスのミュージカルドラマシリーズ、ゲットダウンで主役のエゼケールを演じブレイクした。2017年には、ホーブスが選ぶ30歳未満の30人にリスト入りした。2017年1月から3月4日まで、ニューヨークで行われたアナジョーダンによるオフブロードウェイの舞台、 イエンに出演し、ルーカス・ヘッジズと共演した。2018年2月、スミスはエブリデイに出演し、主役のリアノンのボーイフレンドのジャスティンを演じた。2018年6月には、ジュラシック・パークシリーズのジュラシック・ワールド、炎の王国で主要キャストとなった。2017年11月、同名のビデオゲームを原作とした実写映画、 名探偵ピカチュウに出演することが報じられた。2018年7月、最高に素晴らしいことに出演し、エル・ファニングと共演することが報じられた。ありがとうございます。